はいどうもこんにちは、リオです。今回なんですけど、ついにね、アップデート情報が来たということで見ていこうと思います。早起きできなかったせいで投稿ちょっと遅れた、悔しい。というわけで見ていきましょう。まずは、シーズンやカタログに関する変更ということで、2023年9月1日に開幕する2023秋ドリズルシーズンに関するデートを追加しました。新たなカタログとそこに含まれるギア2つのプレート、置物、ステッカー、エモートが追加されます。まあ、新ギアとか2つなとかプレートとか、まあ、やり込み要素の部分が追加されるということで、だよね。まあ、ギアが追加されるのはね、プレイヤーとしてもめちゃくちゃ嬉しいね、これは。うん。で、次に新たな対戦ステージの、高橋経済特区とオヒョウ海運が、追加されると。まあ、これは映像でもあったやつだね。で、新たなメインウェポンの武器が2種類追加。これも、モップリンとユグザミナーのことやな。まあ、モップリンはそこそこ強そうやったけど、ユグザミナーはね、ちょっと出てみないとわかんないみたいな評価やったから、まあ、楽しみだね、すごい。で、次に、これまでに登場したものとはサブウェポン、スペシャルウェポンの組み合わせと異なる武器が、8種類追加。あ、まあ、だからこれマイナーチェンジ武器が8種類追加されるってやつよね。うん。で、新たなバイトステージ、時知らずいぶし工房が追加。サーモンランの新しいステージだね、これを。サーモンラン、今作ステージめっちゃ増えたな、そう考えたら。2の頃はね、そんなにたくさんなかったはずやから。で、陣取り対戦、ナーバトラーの新たなカードが12種類追加されると。これもね、ナーバトラーやってる人はね、ぜひ遊んでみてください。次、ギアに関する変更を見ていきましょう。これは完全に新しいシステムだね。一部のキャップや T シャツのギアで、これまでとは異なる着こなしができるようになりました、ってことで。なんかこれなんか、帽子のギアとかはなんかこう Y ボタンを押してあげるとこう正面に被るのか、まあ、後ろ向きに被るのかみたいな、あのポケモンのサトシ の本気出す時の被り方みたいなのが、まあ、できるようになったってことだよね。うん、まあ、これはね、おしゃれちょっと気にする人は好きなんじゃない、好きっていうか嬉しいんじゃないかな。うん、まあ、こういうところでも遊び心あって嬉しいね、これ。はい、で次、対戦に関する変更ということで、やっぱこれみんな一番気になるよね。うん、でまずが対戦中に流れる楽曲を2曲追加しました。で、新たな名曲を追加しましたということですね。まあ、前回追加されたアップデートがね、アップデートじゃない、あの楽曲完全に BGM マリオカートやったから、まあ、今回新しく追加される BGM、ちょっとね、戦闘中に流れるとどんな感じか楽しみだね。で、新武器ですね。武器名モッポリン・イグザミナーということで、内容が一振りで2回インクを放つスロッシャー。振ってる間に向きを変えるとインクを2方向に放つことができます。で、イグザミナーが高速連射できるスピナーです。チャージ時間がやや長めですが、最大までチャージした時、連射速度が速くなります。もうモップリンはこれ完全に新しいよね。もうなんかスロッシャーだけど、なんかこう癖の強さがこう完全新武器というか、まあこれ言ったら攻撃範囲めっちゃ広くできそうやから、使いこなしたらマジで強そうではあるよね。めっちゃ楽しそうやから早く使いたい。んで、イグザミナーやねんけど、最大までチャージした時連射速度が速くなるって書いてるから、まあもともとそこそこ速いけど、チャージ最大までしたらめっちゃ速くなるみたいな感じかな。まあそれやったらね、まあ、ワンチャン強いのかもしれないね。うん。で、次にこちら新たに追加される武器たちですね。見ていきましょう。ダイナモロワーテスラ、北斎ヒュー、ソイチューバーカスタム、スクリュースロッシャーネオで、オーバーフロッシャーデコで、モップリン、クイールシャレバヒュー、イグザミナ、パラシルターソレーラ、トライストリンガーコラボということで。上から順に見ていきましょう。テスラが、スプーボムのデコイチラシ。これね、結構強いって言われてるね。まあ、そもそもダイナモのスプラッシュモンが結構強いから、この組み合わせでダイナモ使いめっちゃ嬉しいんじゃないかな。激アツやと思います。で、まあ、デコイチラシで、触れない高台とか触りつつ、まあ、逃げてきた敵をね、メインとボムで絡めとるみたいな感じかな。うん。まあ、テスラはね、普通にそこそこ強そう。戦えそう。特に今は前線シューターがね、流行ってるから、前線シューターに対してダイナモ結構強いからね、これはマジでありなんじゃないかな。で、次に北斎ヒュー、ジャンプビーコンに雨降らし。まあ、北斎使いの人はこのビーコンめっちゃ喜んでたね。こう、立ち回り、多分2の頃から北斎使いの人はこのビーコンの北斎使ってきたからかな。で、次にソイチューバーカスタム、炭酸ボムのウルトラハンコ。まあ、これはね、かなり微妙な匂いが漂ってますが、どうなんでしょうかって感じですね。で、次、スクリュースロッシャーのポイセンウルトラショット。マジでこれは許せない、普通に。スクリュースロッシャー、無印が炭酸ボムナイスのね、ネオがポイセンウルトラショットなの強すぎる、普通に。ポイセン投げて敵の位置炙ってからウルトラショット打てばええって話だもんな、これ。マジで強い。ずるい。なんでソイチューバーのメインに、じゃあスペシャルにウルトラハンコついて、スクスロネオのスペシャルウルトラショットってのはこう逆やろ、どう考えても。おかしいやろ、これ。で、モッポリンが9番サメライド。まあ、9番はでも絶対強くて、モッポリン。サメライドがね、ちょっと微妙かなって感じするけど、まあ、前線武器だから、まあ、ギリ許されるかもしれない。で、クギヒューがトラップ吸引機。これは、まあ、俺らが欲しかったクーゲルシライバーヒューとはまた違うけど、
まあなんかやらかしてくれそうな感じはしてるね。うん、で、イグザミナーがカーリングエナスター。まあスピナーのエナジースタンド今までなかったから、まあイグザミナー初めてやからね、まあどうなんよ。今、エナジースタンドめっちゃ強いから、まあ結構人によっては嬉しいんじゃないかな。で、パラシェルター、ソレイラが、ロボムジェットパック。これもね、メインサブスペは結構強いけど、パラシェルターのバグ次第って感じかな。で、トライストリンガーコラボがスプリンクラーデコイチらしい。これは、どうなんだろう。あんまり強さは感じないけど。いや、まあでも無印のメガホンよりは使いやすいか。これ、どうやろ、デコイチらしい。まあ、これも弓使いの人、ちょっと頑張ってみてください。で、一部のメインエポンの性能変更しましたということで、メインエポンの調整入りましたね。パラシェルター、パラシェルターソレイラが、パージしたり壊されたりすることで失った傘が復活するまでの時間を、これまで 6.5 秒から 5.5 秒に短縮しました。まあ、傘が復活しやすくなったってやつだね。1秒の短縮結構いい、いい変更というか、でかいんじゃない？これ、傘使いからしたら。で、次にラクト。で、次にスパイガジェット、壊された傘が復活するまでの時間をこれまでの 4.5 秒から4秒に短縮し、ああ、これも、スパイガジェットの復活 4.5 秒から4秒も結構これも熱いね。うん、で、次、ラクト、チャージせずに発射した時の拡散角度を約 30% 短くし、狭くしました。1段階目のチャージで発射した時の発射拡散角度を、約 29% 狭くしました。これは味方によっては強化だし、味方によっては弱体化かな。なんか言ったら塗りの範囲が狭くなるけど対面力上がったってことやろ、これは。まあちょっとこれ使ってみやな分からんけど、ラクトのアイデンティティで塗りが強いところやから、まあ人によっては弱体化って捉えるかもね、これは。うん。ただその分対面力は向上してるから、これも完全に使ってみないと分かんないね。うん。で、次にスペシャルの調整入りました。メガホンレーザー 5.1 チャンネルが高画範囲内にロックオンできる対象がないとき、最後に範囲内にいた対象をロックする。あー、これめっちゃ良くない？なんかメガホンが腐ることが減ったね。で、レーザーが発射されるとき、ロックオンした対象が分かりやすくなるよう画面表示で効果音声が、あ、これも良くない？なんかこう、多分ミサイルみたいな感じで、敵が見えやすくなったっていう感じかな。うん。で、まあ、ロックされたかロックされたか、いわゆるちょっと若干分かりにくかったから、まあ、それが分かりやすくなるっていうのは結構視覚的には嬉しいかな。うん。で、次、食アンダー。これまでよりも近い距離の地面に貼り付けるようにしました。で、地面に衝突した時に発生する爆発で与えるダメージを増やすとともに、その範囲の半径を約、めっちゃ強化されてね、これは。これかなり強化じゃない？めっちゃ嬉しいねんけど、普通にノバブラスター使いとしては。突っ込んでダメージ与えて爆風で一発で倒すみたいなことがしやすくなったってことでしょ、これは。超嬉しいんですけど、ノバ使いとして歓喜です、これは。で、次にエナジースタンド。エナジースタンドを設置した後、新たにスペシャルゲージが貯められるようになるまでの時間をこれまで 7.5 秒から10秒間に延長しました。あ、これはエナジースタンド弱体化入ったね。まあちょっと環境に多すぎたっていうか強すぎたからね。うん。まあこれは妥当でしょう。で、まだまだいきます。ギアパワーも調整入ってますね。見ていきましょう。逆境強化。条件を満たしてる時にスペシャルゲージが増加する速度をこれまでより速くしました。これはね、遅いこのアップでは遅すぎるね、運営。もう完全にこれスペシャル増加量アップ1個でよかったから、逆境つけるぐらいだったらね、これはもうね、1の頃から思ってたけど、マジ弱かったんだけど、まあ、やっとね、強化入ったね。まあ、これどれぐらい溜まる速度速いのかにもよるけど、まあ、逆境報われたね、これよかったね。で、ラストスパート、条件を満たしてる相手の能力アップの最大効果量を基本ギアパワーに換算して 2.4 個分の効果から、1.8 個分の効果に減らしました。これは遅いです、これも。もうラストスパートは2の頃から強すぎたから、この弱体化早くするべきだったね。だって発動したらインク無限やったもん、ラストスパート。だからこれで炭酸ボム2個投げとかができなくなったっていうか、まあ、しづらくなったのはめっちゃいい調整だね。うん。これは素晴らしい調整だと思います。で、次、スペシャルポイントですね。N ザップが、180ポイントから190ポイント。まあ、これはエナジースタンド暴れたからね。で、スペースシューターコラボが200から200。なぜかこう、何も暴れてないスペースシューターコラボが罰を受けるというね。で、次、これ嬉しいんじゃないかな。X パワーやイベントパワー、バンカラパワー、ヘスパワーの計測を完了するとき、計測結果の初期値の上限値を、超える成績を収めていた場合、計測結果に上限値を加えて、超えた分をわずかに加味するようにしました。これは、ガチ勢からしたら嬉しいんじゃない？うん。計測がしやすくなるね、だから。で、あとはサーモンランだったりとか、フェスとか、ナーボタラ、ロビーとかね。いろいろ追加されてるんで、気になる方はね、任天堂の公式サイトから見てみてください。熊さん印の、マニューバーがついに登場するらしいね。新武器はね、9月1日からなんですけど、このアップデート自体は明日配信されるんで、楽しみにお待ちください。これ、今後もね、こんな風に情報発信していくんで、よければチャンネル登録してお待ちください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。